ワークスをご覧の皆さん、こんにちは。 AKB48 の成田梨紗と大島舞と岡西里奈です。10月25日にメジャーデビューシングル会いたかったが発売されました。元気になります。踊りたくなります。告白したくなります。イエーイ。会いたかった、イエス。会いたかった、イエス。会いたかった、イエス。君に。イエーイ。好きな男性のタイプは優しくて思いやりがあって、リナのことを好きって言ってくれる人がタイプです。家族からはリナって呼ばれてます。寝る前に必ずすることは、お母さんにおやすみって電話をします。お味噌汁の具はかぼちゃと玉ねぎと甘い具が好きです。はい、好きな男性のタイプは、好きになった人がタイプなんですが、ギャップがある人が好きです。家族からは、まあいいとかねえねえとか呼ばれます。寝る前に必ずすることは、オリジナルのおやすみの言い方をしてから寝ます。2人でやるんですけど、ちょっといいですか。おやすみです。好きな味噌汁の具は油揚げが大好きです。はい、色が黒くて自分より背が高くて嘘をつかない人です。リサとかねえねえとかちょっとです。小顔マッサージです。味噌汁の具は豚汁です。味噌じゃねえ。11月の3日、4日に日本青年館で初のコンサートをやります。そして11月には日本の全国皆さんに会いに行きます。詳しくはオフィシャルホームページをチェックしてください。一度 AKB48 シアターにも遊びに来てくださいね。 AKB48 の成田梨紗と大島舞と岡西里奈でした。バイバイ。10月25日。